今日の日付7月18日、計量がね、明後日です、2日前になります。今日はね、起きて 54.3 キロでした。ちょっとねやばい感があるんですけど、ウォーターローディングやってから、やる前が 53.6 やったんで 700g ぐらい増えてますね。で、昨日の夜から塩分カットを始めて、計量終わるまでやっていくので、そこで塩抜いた分の水分が落ちると思うし、あとは明日計量前日に1日炭水化物をほとんど食べないんで、そこでグリコーゲンがなくなって体重減るっていうのと、ラスト水抜きをして、体重を落とす感じになります。で、今日、塩抜き水抜き前の体を今からどんな感じか、インボディっていうので体勢整形ちゃんと測りに行こうと思います。近くにね、接骨院に置いてあるみたいなんで、それだけ測りに電話予約したんで、ちょっとめんどくさいんですけど行こうと思います。はいはい、本日からですね、塩抜きを始めるわけなんですけど、で、今から、インボディを測りに行くので、まだこれ食べれないんですけど、それが終わって食べようと思って持ってくものです。塩抜きなんでカリウム豊富なバナナものを今日から食べていきます。でも、脂質も取らなきゃいけないんで、こういう軽いね、グラムが軽いで、カロリーと栄養、いい脂質が取れるものを食べるので、ミックスナッツ食べます。最低限タンパク質、体重ぐらいはね取りたいな思ったんで、ザバスの、ミルクプロテインと、炭水化物にカステラ、軽いものっすね。はい、であと1日最近は毎日飲んでたんですけど、カリウムのサプリも、飲んでいきます。でカリウムオーバーするとね、カリウム中毒みたいなのがあるんで、そこは超えないように、ちゃんとカリウムの含まれるやつも測ってやっていこうと思います。インボディ測定と清掃のバイトとランニングから帰ってきました。今日は明日がね水抜きなんで、前日は疲労があっちゃいけないんで、軽く汗出し程度に走ってきました。帰宅してご飯ですね、干し芋食べていきます。カリウムが豊富な干し芋を 50g 食べていきます。ラストジム練習行く前の、減量飯、タンパク質取らなくていいって言っても体重ぐらいは取りたいんで、1杯取ってミックスナッツで、あとこちらカリウムですね。今日ねこの日のために買ったデーツってやつと初めて食べます。干し芋 30g、 デーツ 65g、 キウフルーツ 5g、ラスト練習行っていきたいと思います。ラスト練習から帰ってきました。今日のご飯、かぼちゃ 50g に蜂蜜をかけてます。デーツが 15g、 脂質にミックスナッツ、明日ね炭水化物を1日カットするんで、最後の炭水化物なるべく軽いものをこちらも選んで、米粉パンとカステラに生クリーム 5g、明日ねラスト計量前日になるんで、水抜き頑張っていこうと思います。計量前日朝 53.4 キロ、あと 2.6 キロですね。やっぱ昨日から、おとついの夜から塩を抜き始めて、昨日は完全抜いて、それで多分1キロぐらいは落ちてますね。今日1日計量前日 53.4 から、スタート、 50.8 にあと 2.6 キロ1日かけて落としていこうと思います。はい、水抜き今日起床して53.4 キロ、あと 2.6 キロ今日1日で水を抜いて落としていこうと思います。水抜き前の体が、こんな感じです。これがね、水分が抜けて、こう徐々にこうグーって絞れていく感じ、頑張ってね、いきたいと思います。今日一日は、清掃のバイトが少しだけあるので、それをやって、でサウナスーツ着て少しだけ、汗出しにランニングで行っていこうよと思います。水筒を、水を何リットルか持っていくか分かんないですけど、水少し飲みながら清掃のバイトとサウナスーツでランニング、そして帰ってきて休憩して、夜半身浴で全部落とそうと思います。今日一日はねもうほぼ何も食べないんですけど、炭水化物糖質を抜いてグリコーゲンを枯渇っていうね、グリコーゲンを枯渇して、その水分を落とすために炭水化物を何も取らないし、体重のグラムも気にしてもうほとんど食べない。一応ねこの良質な脂質を、カロリーを取る、そして糖質も1袋だったら 2.3 なんで、朝昼晩3回食べて 7g なんで、糖質 1g 対して 3g 体に水を貯めるんで、約 20ml ぐらい増えるんですけど、それぐらいは問題ないし、体の糖質も
7g なら抜けるんで大丈夫なんでね、これを何にも完全に食べないっていうのは胃が動かないんで、はい、あんまり良くないんで、胃を動かしておきたいっていう意味でこれを食べるのと、あとサプリメントを摂取するんで、そのサプリメント飲むためにこれも食べるっていう意味で、今日一日は昨日はこの、まあ、サプリにプラス果物とかを食べてカリウム取ってたんですけど、今日一日は果物も食べれないんでカリウムのサプリを2倍にして飲んで摂取していこうと思います。今ね、清掃のバイト帰ってきました。で 53.1、 家をね出る前が 53.6 やったんで、でそこから水分は 150ml だけ飲んで帰ってきて、で結構汗出たんでそのままね走ろうと思ったんですけど、そのまま1回体重測りたいなと思って帰ってきて、53.1、まあ、少し水分取ってサウナスーツで後でランニング行ってこようと思います。はい、めっちゃね汗出てきました。10分だけ走って歩きは2分ぐらい、もう熱中症になってもいかんし疲労をためてもいかんで、10分走ってで神社で今休憩してる間にめっちゃ汗出てます。こんな感じで、これをね、まあ、ここで汗がまあちょっと止まるぐらい20分ぐらい、いればね結構汗がね出ると思うんで、はい、ここで少し過ごしていきます。はい、帰ってきました。 51.7kg、 はい、体重 51.7kg、 よっしゃ、家をね出る前が 53.1kg で、で出てランニング10分だけして神社で、寝転んで保温で汗出して、で帰ってきてからも、まあ、15分ぐらいそばに寝転びながら扇風機クーラーで頭はねちゃんと冷やしながら、はい、まあ、余熱で汗出して、で先シャワー浴びて、51.7kg、家出てから、全部終わるまで1.4 キロ落ちました。はい、いや良かったです。リミットまで 50.8 なんで、あとね 900g 0.9 ですね。はい、結構ね落ちて良かったです。やっぱりしっかり準備してやったんで、はい、落ちましたね。あと夏はちょっとだけ運動して、あとはもう寝転びながら汗出すっていうので汗が出てくるんですごいいいです。まあ、今からね少し水分を取って、今のところ喉の渇きも全然ないし、こんな風に元気に喋れてます。水分取って、夜半身浴しようと思います。そのねまた夜までにね体重も落ちると思うんで、はい、また取ってきます。ランニング汗出し後 150ml だけ飲みました。で今からねご飯、素焼きのミックスナッツ、朝食べたのまた食べます。で食べた後に食後にサプリメント、カリウムだったりいつも取ってるサプリメントを取ってきます。もう一回、今度はねワセリンを、塗って、さっきね塗るの忘れてたんで、いつもね僕全身浴で半身浴、半身浴じゃない全身浴して、であとは栓抜いてその蓋してそこで落とすとかよく普段やってたんで、ちょっともういつも通りのやり方でやろうと思います。多分それで落ちると思います。今ね、半身浴再開、2回目もう1回ね、全身浴12分ぐらいして、下の線を抜いて、蓋は閉めたままで10分終わったんです。蓋を外して、またここで汗が止まるまでね、待つんですけど、
で、めちゃくちゃ汗出てました。はい、出てきました。これはもう結構落ちてると思うんで、大丈夫だと思います。はい、半身浴終わって 51.2kg、 52から 0.8、 800g 落ちました。はい、じゃあこれで、もう安心ですね。あとはね、少し水分とフルーツを取って、まあ、寝て500か600減るんで、はい、まあ明日少し調整してって感じですね。はい、半身浴終わって、頭もちょっとね、糖質はやっぱ取ってないんでフラフラするんで、ちょっとねもう切り替えて、ね、体重も大丈夫そうなんで、もう切り替えてラムネとかを間に入れたり、キウイフルーツ 50g とブドウ 50g で、炭酸水を 100ml 飲んで、あとは寝るまで減った分飲んでって感じで、で明日には、起きてリミットぐらいにします。うまっ。おめっちゃ染み渡るんです、塩分とか。めっちゃうまい。